大根草族は、バラカバラアカに属する植物の属で、温帯と霊体を中心とした世界の広い範囲に分布しており、約50種が知られている。日本にも、山野などに、大根草 G ジャボニカムなどが自生している。すべて体幹性の多年草で、ロゼットが大根に似ているためにこの名があるが、油中の大根とは、かも違い、また、太い根もない。大根草は、 中国と日本で貧血やむくみに使う薬草として知られ、また生の葉は、内見の時の外用薬として使われた。中国名は、水山桃だが、山桃とも全く関係がない。草丈は30センチメートルから1メートルくらい。ヘラ型のロゼットには大根に似た上常の切れ込みがあり、茎につく葉は誤生して浅く産列するものが多い。 花は普通は初夏に咲くが、園芸種には5月から8月まで咲き続けるものもある。花は1.5から3センチメートルくらいの五弁花だが、園芸種には八重咲きのものがある。褐色は赤と大色が多いが、白や紫のものもある。日本には以下のような種が自生する。大根草は広く普通に見られるが、それ以外は産地性、あるいは鉱山性で、特にチングルマは、 高山植物としてよく知られたものである。紅花大根草種を入手しやすい園芸種には次のようなものがある。宿根草だが秋に種をまいても翌年には花が咲く。春の4月か秋9月に鉢か箱巻きにし2ト、mm、ルくらい複土しておくと10日くらいで発芽する。日向または半日影の花壇に3 0トル類の株間に定植してやる。 直根性で大きな苗の移植は難しい。ありがとうございます。